寒福寺は、千葉県、香取市山倉にある新言集豊山派の寺院。三号は、山倉山。本尊は、大六天皇。元は、山倉大臣の別当寺であった。三号は、地区の名称から、山倉の地名を取り、山倉山。陰号は、京都佐賀御所から下る、聖観税音菩薩が誕生されている伽藍。天地に、伽藍ということで、観音寺院。次号は、 聖完全音菩薩の福徳を授けるということで、完福寺。ご本尊は明治維新大上官候府による神仏分離令が出された翌年の1869年5月24日まで今の山倉大臣の本殿奥の間に誕生されていた。それまでは別当から出向きご祈祷が主法されていた。天部のご本尊であり息して工房大主空会が誕生した。 ご本尊であり、真言宗で最も大切な、お経、半やり主教のご本尊であるため、別途に持ち帰り、現行道に千座語源本道に法案され、現在に至る。本道まで左右に曲げてあるのは、八方覗きの参道である。また、道路側から、薬よけの石段である。最初の段は、13歳男女の役。次の段は、五段自分自身の五体正常の清めの段。 次の石段は33歳女性、42歳男性。本堂前の木段は6段独根成城である。なお、参道と石段は参拝者専用の参道と石段となっている。また、近年企格が東山を訪問して、関東に四国88カ所の写しを企画とのこと。東山は新言衆の海祖工房大師が815年に誕生したご本尊王六天と、 子育て子育て完全恩母札の二体が勘定されているので仲間入りを願い出て関東88箇所令状第45番札所となっている東山は日本に点在する第6点の総本山ともされている811年縁丼によって創建され814年工房大主空海がこの寺に入り手法した京都佐賀御所から16菊門の使用許可 日紫宝着用人か江戸殿中に参上人か殿と石鹸巨可行動正面に、青い門月を見ることができる。山倉山大六天皇略演義文より、そもそも、本尊大六天皇と申し立て祭るは、大日如来のうち眷属にして、これの翌会に安住し送りに、幸福の行走を示したまい、大自在人数の力を持ってあるいは大鬱陶の、 恩味と現れ悪気ま群面爆死薬く難症状疾病。大佐をつかさどりことぶき命をともえ、福徳地や愛嬌を授けたうのご誓願なれば、御利益は、響きの者のにあたるするがごとく願いとして満足せざる。ことなしここに、遠山の由来を案ずるに、人能五十二代、佐賀天皇の行行人五年天下大都市囚人、その病苦に平る者ちまたに満る影無後の常人の、 木を福ふばかりなり時あたかも大勢はがぐ放題し、東国海鈴の右利すなわち同年化のとう、下月発雨の比例原神かなるご本尊を、この地に誕生した手祭り、再生移民の本願をもって、国家安全万民部落を祈りことには、末世諸人の疾病に苦しむをあわれみ天尊の遺徳を、仰のいて、ゴーマの秘宝を御守したもことひと夏九十日の、 間ついに感当たるぞらしからず、気づいありし中にも、竜人よりあよごとに、竜刀を捧げとも魚として、酒の魚を、剣士立て祭るしこうしてこの天尊を、新人守護幕護霊府のご利益により悪難病苦を、逃れ福と口へ愛嬌を、満足したる物あげてお魚として剣竜に、あえて変わることなく、実るにありがたきことならずやさればこの天尊を信ずる。 人々は、疾病や苦難を押しされ、福地ますます流し、家門繁栄失損長久の基づきもっとも、五風五間ともの霊言によりて、通り駅をこう無理し者は挙げてかつえ難し、これもろ人の知る所なりまた遠山は、王子皇室のご祈願書と、大御子と、特に佐賀御所入りは、観音鎮の称号を賜り、日紫絹和機木の、隠居あり天井の参入を許され、きっかご文章をつけ、 古直眼のご菓子ありその他宝館五幕東国宝敵、宝物を多数保存しモテ王子の異様忍ぶにたる、ものあり古来山倉大和と名うれば、バックともらくの一大霊場として、天下に、その名を歌われしも、また来なきにあらざるなり、次回、明治維新廃物希釈の法難に、宋へ神仏分離の制度により現在の、山倉大臣よりご本尊を、遠山に、 移り受けしたて祭り付属する宝物記録等一祭を管理しまた後に高校さん命を祭り、山倉部落の陳述として、山倉大臣と称すゆえに、いにしえより山倉様と称し所人の信仰を集めたるは、東山のご本尊にして、これすなわち王六天皇と山倉大臣の分離別体なるゆえなりかるさらか、なる、御事と天なれば実法信者家事縁のために、 今大号魔を主要ことには、延命即災高場安全悪質退散所人、快楽を規制した手祭る者なり、所在地、千葉県、香取市山荘1934番地の1、ありがとうございます。